オリンパスオリンパス OM システムオリンパス OM システムとは、オリンパスが開発した 35mm レンズ交換式、銀塩一眼レフカメラ、およびそのシステム全体の総称である。レンズシャッターカメラ、オリンパス35シリーズオリンパスペンシリーズの大ヒットによって、カメラメーカーとして、確固たる地位を築いたオリンパスは、当時急速に拡大しつつあった。 ライカハン一眼レフカメラ市場への参入を考えていた。投資場への参入としては、後発メーカーとなるため、他のメーカーの商品にはない特色が必要であった。それまでのライカハン一眼レフカメラはすべてボディありきで、それにレンズモータードライブファインダーフォーカシングスクリーン、フラッシュ等のユニットを取り付ける形態であった。これに対し、設計者の米谷ミクは M システムとして、 ボディをそれだけで独立したユニット、すなわちスクリーン、ファインダーはおろか、フィルム収納部や巻き上げ機構すらない単なるアンバコとし、スクリーン、ファインダー、フィルム収納部、巻き上げ機構はそれぞれ独立したユニットとするシステムと、することを考案した。試作機を、仮称、MDN とし、巻き上げユニットには、レバー式、バネチャージ式、モータードライブ式等、 ファインダーユニットにはプリズムを用いたアイレベル二眼レフカメラのような上から覗く簡単なもの、フィルムバックユニットも三十六枚取りの他により多く取れるユニット等があった。実のところ一眼レフカメラ m 一はこのようなシステムカメラを考えるうちにラインナップの一種類で通常の一眼レフのボディに相当する全機能をオールインワンとしたモジュールを同じく MDS としてシステムの寸法を確定するにあたって有効なモデルとなるよう設計を先行させたものである。ただし、その一眼レフも他者の後追いになるようなものではなく、米谷がそれらの欠点として挙げた、ボディが大きい、重い、音が大きいという問題を克服するべく、機構部分からの抜本的な新開発が行われた。結局、MDN をはじめ当初計画された M システムは、 ユニットの結合部分の強度確保に難があったことから商品化を断念し MDS のみが M-1 として発売されている OM シリーズとなって日の目を見ることとなった。さらに OM システムは宇宙からバクテリアまでというメインテーマを掲げ膨大なアクセサリー品を含む壮大なシステムカメラとして出発した。総数284点に及ぶ OM システムは 大まかに次のグループに分けられた。このように様々な撮影条件を主眼に置いたシステムを構成していた。開発時から発売当初、システムは M システムの名称が与えられ、初号機の型番も M-1 とされた。この M の文字について、ヨネタは自身のイニシャルを元に決まったと述べている。が、実際は一眼レフの一を意味するものから来ている。 フォトキナにて、大カ M シリーズを展開する、エルンストライツ社から困るとの胸コメントがあり、会社名のオリンパスの頭文字をつけて、OM システム、カメラボディも OM-1 とした。しかし、すでに製造されていた初期ロットの約5000台は、表記が M-1 のまま出荷され、中古市場でも少数が確認できる。出荷された M-1 の外装は、ほとんどが、 クロームボディであったが、黒塗装の M-1 が20台ほど生産され、その一部はカメラ雑誌などで紹介されている。カメラのボディを部品の一つとして考え、他の豊富なアクセサリー品により巨大なシステムを構成するという理念は1971年に発売されたキャノン界 -1 が代表的な例であるが、 オリンパスにもすでにハーフハン一眼レフカメラのオリンパスペン F のシステムが存在した。このように当時の国内カメラメーカーは大なりこなりある程度のシステムを保有しており、OM システムはこのような時代背景のもと、さらに自社のペン F を量駕する前提で開発された産物といえる。他社のシステムとの最大の相違点はカメラボディすらシステムを構成する一要素としている。 点である。他社のシステムにおいては、カメラボディが主たる存在で、モータードライブやデータパック、ファインダースクリーンなどは各、ボディごとの専用品が用意されていたが、OM システムでは一部の例外を除くと、システム内のアクセサリーの互換性が最大限確保されていた。また、前述のように、宇宙からバクテリアまでの理念に沿って、オリンパス自社製の内視鏡や顕微鏡、 さらに各社天体望遠鏡に対応した OM マウントアダプターがそれぞれ用意された。このような大掛かりなシステムは開発に大変な予算と手間がかかり、モデルチェンジも制約されるため長く維持するのは難しいがカメラの可能性を極限まで追求した結果であり、また消費者にある種の夢を与えたのもまた事実であった。しかし1980年代半ばからの オートフォーカスカメラの台頭や高倍率ズームレンズの登場により一眼レフカメラのコンパクト化、つまり機能の統合化が行われて、システムカメラとしての意義は次第に薄らぎ、当然のごとくシステムは縮小されていった。また、OM システムにおける初のボディ内、モーター仕様オートフォーカス機である OM707 が、その互換性の低さや操作性の悪さから市場に受け入れられなかったため、 AF の後継機種は登場しなかった。このため、一眼レフカメラが MF から AF へ急速に移行している中、OM システムは MF に限定されたシステムに留まることになった。2003年、OM システムは約30年にわたる生産及び販売を終了。実質上の後継機として、新規格のフォーサーズシステムを採用したデジタル1、眼レフ E。 システムシリーズが同年に発売されたことで、結果的に AF システム以降の失敗が他社に先駆ける形でのフィルムカメラからの撤退を促すことになった。2012年には OM システムの名称、デザインを踏襲したマイクルフォーサーズ企画のミラーレス一眼カメラ OMDEM5 が発表されたが、当 OM シリーズとの互換性はレンズマウントアダプターのみが保っている。 OMD シリーズは、その後、フォーサーズシステムの従来型一眼レフをも統合し、フラッグシップ機 OMDM1、普及機 OMDM10 も発売しており、大衆向けである、ペンシリーズに対し、OMD シリーズはカメラマンなど、一眼レフユーザーをターゲットにしている。o m 一 m d o m 三0 o m 二 s p 専用のオートフォーカスレンズには、ピントリングがなく、 マニュアルフォーカス時は、ボディ側のボタンやダイヤルでピントを合わせなければならない。そのため、AF レンズでの MF 操作は劣悪を極める。オートフォーカスレンズには脱着ボタンがないため一度マニュアルフォーカスボディに装着すると外せなくなるというのはデマであり、そもそも装着できない。また、パワーフォーカス操作も不可能なためマニュアルフォーカスボディには使用できない。これらの欠点から、 OM システムのオートフォーカス機は市場に受け入れられなかった。当時マニュアルフォーカスからオートフォーカスに市場が急速に移行している中でオートフォーカス化への対応失敗は致命的であり、オリンパスはレンズ交換式一眼レフカメラのメインストリームから事実上外れることになってしまった。TTL ダイレクト速攻オリンパス OM-2 が発売されるより前の自動露出一眼レフカメラには 記憶式の TTL 速光が使われていた。この装置はあらかじめ被写体の明るさを、測りその露出値を記憶、シャッターを押すと同時にそのままの露出で撮影する、ものであった。しかしこの方式は、モータードライブ等を使用した、電車の場合、最初の1コマ目の露出を記憶してその後も撮影を、続けるため、日向日陰といった、光線状態の変化には対応できず、さらに、 撮影前に光量を予測すること自体が不可能なフラッシュバルブやストロボを使用した撮影の際には当然適用外となる。よって、ストロボ装置では外光式用途といってフラッシュ側についた受光部より光量を調節していた。これはあらかじめこちら側もフィルム感度をセットする必要性や撮影距離によって使える絞りが限られる。 レンズ交換による速攻条件の違いには対応できないなどの制約が多かった。オリンパス OM-2 で採用された TTL ダイレクト速攻は記憶装置を用いず、直接フィルム面からの反射光、また高速シャッター時はシャッター幕に描かれた白黒の不規則なドットで標準反射率を構成するランダムパターンと呼ばれる模様をボディカブに置いた。 受光器を用いて速攻するので連射中も全てのコマで露出制御が行えフラッシュ光も絞り値や撮影距離に制約されず実際に使用しているレンズを通してボディガーでの制御が可能となったまたミラー上昇時はファインダーからの逆入する光は塞がれるのでセルフタイマー撮影時などこの光にも影響を受けないというメリットもあるこれら数々の特徴は当時としては 画期的な出来事であり、後に各社カメラがこの方式を導入するに至った。この速攻方式の欠点として、フィルム面の反射率のメーカーやカラー、白黒などの方式による違いが大きい場合、測定値に差異が生じ露出精度に問題が出る。しかし、設計人が世界からフィルムを買い集め、実測した結果 0.1EV の範囲と確認され、採用されており、 通常の撮影では概ね安定した露出精度を出す速攻システムとなっている。ただし、オリンパス OM-2.2N 及び OM2 桁シリーズの固有の欠点して a e 撮影時においてシャッター起きる直前までのファインダーに表示されるシャッター速度指針の速攻回路はペンタプリズムに設けられたセンサーを使用し、実際の露光時には常実の通りダイレクト速攻による 露出制御が行われていたため、ファインダー表示が異なる回路による近似値でしかなかった。なおオリンパス OM-4 以降は、サブミラーを組み合わせて、センサーの統一がなされるよう改良され、この欠点は解消された。21mMF2 シフト 24mF3.51、1マクロ 80mF4 小型軽量の、 カメラボディにはそれに合わせた専用レンズが必要となり、設計にコンピュータを駆使して、小型軽量化と同時に高画質レンズとしての様々な追求がなされた。フィルター用のアタッチメント系は大口径望遠、超望遠レンズ、魚眼レンズなどを除いて、基本的に Fi49mm ねじ込みと Fi55mm ねじ込みで統一されている。これも、 ヨネカニのシステムとしてのこだわりである。随行レンズの特徴としては、一般的には比較的安価な価格設定でシャープな画質という点が挙げられる。しかし初期に 8mm 魚眼レンズから 1000mm 超望遠レンズを揃え、共に世界初となる 21mMF2 という大口径超広角レンズや 24mm シフトレンズを開発するなど、 意欲的なラインナップが行われた。また、マクロ撮影用のレンズを充実させたのも特徴であり、拡大撮影用の 20mm、38mm、マクロレンズ、またこれも、世界的に非常に珍しい、等倍率付近撮影専用の 80mm、マクロレンズをラインナップした。また他社と異なり絞りプレビュー機構やレンズ、脱着ボタンを、カメラボディ側ではなく、 レンズ側に設けたのも特徴的であり、特にマニュアルフォーカスの全レンズに絞り、プレビューを設けたことで、結果として OM システムの全ボディで絞りプレビューが可能になっている。ただし設計変更されたオートフォーカス、パワーフォーカス用のレンズでは、レンズ側の絞りプレビューボタンが廃止され、レンズ脱着ボタンもボディ側に設けている。随行の名称は、 オリンパスレメーキの同社のレンズ研究部門である、水穂工学研究所の省略系であり、また、吉祥の光という意味を持つ、随行という言葉に由来する。随行レンズの小ささに関する自負については、発売当時随行 200mm レンズと、他社 135mm レンズがほぼ同様の大きさであることをアピールする CM を流したり、開発者の米谷本人が外国人記者に、 水高 100mm レンズを見せ、何 mm に見えますかと質問したところ、50mm と返事が返ってきたことをエピソードとして公表しているところからも狙い得る。マニュアルフォーカス機種用、オート、パワーフォーカス機種用、ヨネタにミクが語る開発費は OM-1、ソシリーズ。最初のオリンパス一眼レフは、本格システム一眼を追求した試作機。 MDN だったよりまた、一万レフ戦争と OM の挑戦ピアニッシモ、55、66、に、ユニットの組み合わせ例の写真、P62 にシステム展開の構想図がある。一万レフ戦争と OM の挑戦ピアニッシモ、67、1990年9月1日付、K、OM システム、価格一覧表、マニュアルカメラ編集部編、往年のオリンパスカメラ図鑑会出版社、 2003年25ページ。ISBN48 億7099万8114。マニュアルカメラ編集部編。往年のオリンパスカメラ図鑑会出版社。2003年37ページ。ISBN48 億7099万8114。なおモータードライブは、従来のオリンパス OM-1、オリンパス OM-2 とと互換性がある。 ヨネタミミックが語る開発費は OM-1 ソシリーズ開発に対する意欲の源泉は自らのフィロソフィーに他ならないハット OM-32 専用オプションの組み合わせでボディ側制御によるオートフォーカスとなるが OM-30 以外のボディでもレンズ側制御によるオートフォーカスが可能オートフォーカスパワーフォーカス機種用のレンズには 水光の名称は使用されず、オリンパスレンズで統一されている。レンズ側にピントリングがないため、マニュアルフォーカスは、ボディ側からレバー操作もしくはダイヤル操作のカプラー駆動によるパワーフォーカスとなる。ありがとうございます。